最終回第10話の放送後にはみんなが選ぶ人気エピソードを3週にわたって再放送するという業界初の展開を見せるバックストリートガールズ、コクドルズ。最終回直前の第9話でも勢いは衰えず、ぶっ飛んだエピソードで笑わせてくれた。アーリアル、最終話目前、バックストリートガールズ、コクドルズ制作裏話インタビュー。今、千秋監督松倉雄二プロデューサーが最終回直前の第9話でも勢いは衰えず、ぶっ飛んだエピソードで笑わせてくれた。アーリアル、最終話目前、バックストリートガールズ、コクドルズ制作裏話インタビュー。今、千秋監督松倉雄二プロデューサーがガチンコ対談。コクドルズ研究生のユイは、リナとユニットを組み一生懸命活動中。そんな時、ユイから他の事務所に勧誘されていることを打ち明けられる。マンダリン木下が驚いてあたふたする中、犬金組長の怒りは一気に爆発。引き抜きだけは許さないヘリップ、ヘリップ、と。怒りの矛先はユイに声をかけた事務所へ。しかし、この事務所の正体は犬金組長の愛する妻夏子率いるコクドルズ被害者の会だったのである。真実を知らない組長の怒りはもう止まらない。愛理に相手事務所をぶっ潰すため、ユイから情報を引き出せと命じた。ちょっとシリアスになるのか、殴り合いになるのかと思ったところで、ちょっとブレイク。屋上で酒を酌み交わすマリとチカがテンションが上がり、その場で立ちションをする姿をリアル JK ユイに目撃されてしまう。先週のマリちゃんのお尻爆発に続き、今週も下半身ネタでユイがトラウマを増やしてしまうのだと思いきや、ぶっ飛びキャラのユイは大好きな先輩の真似をして立ちションをしようとするのだ。この子、素直でいい子なのだが、なぜいまいち売れないのだろうか。ヘリップ、ヘリップ。さて、ユイを勧誘している事務所を突き止めた犬亀組メンバーは夏子たちを捕らえて柱に縛り付けている。嫌な予感。ヘリップ、ヘリップ。あろうことか夏子の顔面を殴ってしまうのだ。相手は演歌の大御所、そんな人の顔を殴って鼻血流させるなんて大丈夫なのか。容赦ないな。ヘリップ、ヘリップ。夏子の大ピンチに華麗に登場したのは犬金組長。しばいておきましたとアピールする組員をドラム缶で殴りつける。強い、強すぎる。そしてかっこいい。ヘリップ、ヘリップ。さらに夏子を苦しめていた自分を責め、今度は自分をドラム缶で殴る組長。その姿に涙と鼻血を流しながら感動する夏子。はい、めでたし、めでたしで仲直りしましたとさ、愛を叫んでおりましたよ、犬金組長。組長と夏子は、コクドルズ3人の前でラブラブ、イチャイチャ。二人のやりとりを見るだけでも吐き気がするであろう愛理、マリ、チカなのだが、組長は夏子のために作った歌を振り付きで踊らせる。やりたい放題すぎるぜ、組長。コクドルズにはド S モード全開で、愛する夏子の前では甘えん坊キャラ全開でと、藤原啓治さんのノリノリの演技がたまらない。
オクドルスのグルメ番組はまだまだ続いていた模様。毎回次はもうないなと思わせておいて絶賛継続中。しかし今週はネタに詰まったということで、オクドルスの事務所訪問というグルメと全く関係ない内容でお届けされた。見干した一升瓶、花札や点滴などアイドルらしからぬアイテムが散乱しているあの部屋に潜入したスタッフは動揺を隠しきれない。カメラマンはひたすら映像を撮り続けているのだが、ヘリップ、ヘリップ。ストレス発散は夜の酒、過酷なスケジュールをこなすため点滴を打っているなんて言えるわけがない。そして、ついにあの部屋にもカメラが入ってしまうことになる。そう、様々な刑が執行されてきたあの三条の間である。ヘルメットが3つ転がるこの部屋に入った撮影クルーは、ゼック。文字通り言葉を失った。しかし、まだまだこの事務所には秘密の部屋があるのだ。ジムのように見えなくもないが、ここも拷問部屋なのである。そこには、真っ白なお目々のリナがいた。ヘリップ、ヘリップ。リナ、今度は何をやらかした？これは放送できないと、静かに部屋のドアを閉めた愛理の背中が切なかった。次回はいよいよ最終回。性転換アイドル、極ドルズの次なる試練は、どれほどぶっ飛んだものになるのか。最後までしっかりと見届けたい。文田中忍。極ドルズ研究生のユイは、リナとユニットを組み一生懸命活動中。犬金組長を崇拝し、極ドルズに憧れるユイのやる気は人一倍なのだが、なかなか人気が伸びないのが悩ましい。ヘリップ、ヘリップ。そんな時、ユイから他の事務所に勧誘されていることを打ち明けられる。マンダリン木下が驚いてあたふたする中、犬金組長の怒りは一気に爆発。引き抜きだけは許さない。ヘリップ、ヘリップ。と。怒りの矛先はユイに声をかけた事務所へ。しかし、この事務所の正体は犬金組長の愛する妻夏子率いる極ドルズ被害者の会だったのである。と、ちょっとシリアスになるのか、殴り合いになるのかと思ったところで、ちょっとブレイク。屋上で酒を酌み交わすマリとチカがテンションが上がり、その場で立ちションをする姿をリアル JK ユイに目撃されてしまう。先週のマリちゃんのお尻爆発に続き、今週も下半身ネタでユイのトラウマを増やしてしまうのだ。と思いきや、ぶっ飛びキャラのユイは大好きな先輩の真似をして立ちションをしようとするのだ。この子、素直でいい子なのだが、なぜいまいち売れないのだろうか。ヘリップ、ヘリップ。さて、ユイを勧誘している事務所を突き止めた犬金組メンバーは、夏子たちを捕らえて柱に縛り付けている。嫌な予感。ヘリップ、ヘリップ。あろうことか夏子の顔面を殴ってしまうのだ。相手は演歌の大御所、そんな人の顔を殴って鼻血流させるなんて大丈夫なのか。容赦ないな。ヘリップ、ヘリップ。夏子の大ピンチに華麗に登場したのは犬金組長。
しばいておきました。とアピールする組員をドラム缶で殴りつける。強い、強すぎる。そして、かっこいい、ヘリップ、ヘリップ。さらに、夏子を苦しめていた自分を責め、今度は自分をドラム缶で殴る組長。その姿に涙と鼻血を流しながら感動する夏子。はい、めでたし、めでたしで仲直りしましたとさ。愛を叫んでおりましたよ、犬金組長。やりたい放題すぎるぜ、組長。極ドルズにはド S モード全開で、愛する夏子の前では甘えん坊キャラ全開でと、藤原啓治さんのノリノリの演技がたまらない。極ドルズのグルメ番組はまだまだ続いていた模様。毎回、次はもうないなと思わせておいて、絶賛継続中。しかし、今週はネタに詰まったということで、極ドルズの事務所訪問というグルメと全く関係ない内容でお届けされた。飲み干した一升瓶、花札や点滴など、アイドルらしからぬアイテムが散乱しているあの部屋に潜入したスタッフは動揺を隠しきれない。組長と夏子は、極ドルズ3人の前でラブラブ、イチャイチャ。2人のやりとりを見るだけでも吐き気がするであろう愛理、マリ、チカなのだが、組長は夏子のために作った歌を振り付きで踊らせる。カメラマンはひたすら映像を撮り続けているのだが、ヘリップ、ヘリップ。ストレス発散は夜の酒、過酷なスケジュールをこなすため点滴を打っているなんて言えるわけがない。そして、ついにあの部屋にもカメラが入ってしまうことになる。そう、様々な刑が執行されてきたあの三条の間である。ヘルメットが3つ転がるこの部屋に入った撮影クルーは、ゼック。文字通り言葉を失った。しかし、まだまだこの事務所には秘密の部屋があるのだ。ジムのように見えなくもないが、ここも拷問部屋なのである。そこには、真っ白なお目々のリナがいた。ヘリップ、ヘリップ。リナ、今度は何をやらかした？これは放送できないと、静かに部屋のドアを閉めた愛理の背中が切なかった。次回はいよいよ最終回。性転換アイドル、極ドルズの次なる試練は、どれほどぶっ飛んだものになるのか。最後までしっかりと見届けたい。文田中忍。